祭りのような感じですね。あの人権の旗をね、祝う出征、何の垂れそれって旗がね、いっぱい立って、で、万歳万歳って、とあの旗がね、あそこのうちじゃ何本立った、あそこのうちじゃ15本立った、20本立った。そんなあんな人権のあんな旗なんだ、しょうがないけれど、あんなあの旗が、あのね、祝う入営、何の誰それ君へとか何とかって書くのがね、うちの親父が得意でね、もうあれがおかしいと。下町はね、うちが狭いからね、そういう大きな大げさなことをやるときはね、みんな道路でやるんですよ。道路へね、いた日で祝う入園、それがもうしょっちゅう来てね、親父はもう天敵参りで得意になってやるんです。あの旗をみんなね振って、我が君に召されたる命栄えある朝ぼらけ、手投げが万歳で、みんな送られてた。で、あくる日からいきなり引っ張らかれようとは思わなかったでしょうけど。東亜戦争が始まる前はみんなでも無責任なんですね。日米もし戦う、アメリカ憎き米あ言ってましたけど、でも朝のね、朝ちょうど私が学校行くんで靴履いてたらね、軍艦マーチが鳴ってね、大本営発表、大本営発表、うわやったやったって、まあそれから大変な騒ぎ、大喜びでした。でどうなるかと思ったけれど、みんなもう勝った勝った、下駄の音でね、もう勝った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 、少しもう後で空襲が来るなんて思わなかった。あんな、なんていうかな、始まったのは、嬉しくもないけど、ずいぶん心を踊りましたね。ああ、空襲は嫌ですね。うおーうおー、あれが鳴り始めるとね、もう夜はね、着替えて寝ても起こされるからね、着替えないで寝てるんで、うわーってずっと飛び起きて、そうするとサーチライトに照らされて、敵らしき一目標、ウォン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 、ドアンドアン、そんなの、それ偵察に来るんですよね。で、昼間来る時もありましたね。と一番初めに来た頃は、あれはアメリカの飛行機じゃないや、アメリカの飛行機だったらあんなのんきな顔して飛んでらんない、別にのんきな顔して飛んでるったってね、なんだって白い飛行機雲をさあ4本なびかせて、随分高い空飛んできます。防空壕はね、防空壕ほど怖いもの、怖い。あれ、中で怖くていられないですよ。よくあるんですよ。蓋を閉めようとしたら、
ドガンで起こったんで首がすっ飛んでちゃったとか、東京でね一番先空襲があったのは昼間爆弾が起こって有楽町だとかあっちの方でやられたんですけどね。防空壕なんかちゃんちゃら役に立たないで、どこでもね道端に穴を掘ってあるんですよ。防空壕普通の通行人が飛び込むやつ、それの方が怖くないんです、外が見えるから。でうちの中に防空壕だとかね、地下の防空壕はね外が見えないからドカンドカン起こってくると怖くていらないです。たまたまうちのおじさんが、運送業をやってたんでね、トラックの便がつくと、そんないついつ引っ越すなんてねのんきなことは言ってらんない、いつ行くか分かんないから用意しとけって言われたんです。したらある日突然さあ荷物持つんだってトラックが来たんですよ。木炭自動車です。ガオ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 って薪を詰めて、さあ引っ越すんだってうちの中の荷物を手当たり次第に台所のもんでも何でもかんでもろくろく包むも何にもしないでタンスだのなんだのガタ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 運び出して大変な騒ぎです。あの霊岸島から柿の木坂へ行くまでついぞ自動車の対面する自動車はなかったです、ね、ところが目黒の坂へ来たら上がらなくなっちゃった。いやこれ後押ししなきゃなんないかなと思った。でもなんとか、ね、柿の木坂へ引っ越しちゃって 2,3 日したら空襲になった。で雪が降ってきて寒くてね、で柿の木坂の防空壕に入ってた。だからもう超低空でみんな突っ込んでくるんです。で B29 が地面が焼けてるから胴体を真っ赤にしてね、わー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 すると。パパ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 ーンってパパ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 しばらくすると燃え始める。あれこうまとめててね、空中でバラバラバラ。霊岸島はね、あの爆弾じゃない焼夷弾は落ちなかったんですけどね、類焼ですね、風が強かったんですよね。で後で聞くともう悲惨な話ばっかりでね、もう気の毒で聞いてられない話。私は柿の木坂へ引っ越しちゃってのんきな顔してましたけど。親父がすすけた顔で、ね、いました。でうちの後はねこんな狭いんでびっくりしちゃった。へえこんなに狭くなるもん。要するに建物が建ってるとなんていうかそれ感じないんですね。本当に焼け跡になるともう本当に狭いところです。白い灰ですよ。やかんだとかそんなアルミニウムのやかんがこんなひしゃげたって拾ったってしょうがないんですけど、やかんだ。
学校を卒業してどこへ行こうかとね、兵隊行くかの方が他に商売なんてね成り立たないんですから、どっか就職って、陸軍自衛学校で軍属を募集し、月給がいいんですよね。ところが当時はもうお金なんか流通する世の中じゃないんだけど、月給100円だって、すごいな、100円の月給取りだって喜んでいきましたよ。で、仕事は何かって言うと馬の、散歩ですね。で、日本配合飼料って餌の会社なんですよ、本来鶏の餌の会社。それが製薬会社に商売買いして、そこの会社に勤めました。で、何ヶ月かそこもやっぱりね、決まった仕事っていうのはろくろくないんですよ。で、戦争が終わるからみんな事務所へ集まって、耐えざるを耐え、忍びがたきを忍びなんて聞いて、ああ、日本は負けたんだ。